あ、皆さん。多分投稿見たらわかる。多分見たらわかるかな。はい、いらっしゃいませ。あ、綺麗ですね。写真撮るなりなんなり自由にしてください。はい、これこの2人は、うん、店舗の別で別であ別なんだ。じゃあ普段会わないのね、はい、どこ店舗でやってるんですか。一緒で新宿もの買えて、うん、なんかその、まあ、楽しく食べて体作りする、ま、だそう飲む前からだから。え、乾杯。はい、乾杯。うまいっすね、テンション高いの。よろしいですか。はい、普通で結構なので。ありがとうございます。おお、すごい。初ステーキ。焼き上がってからハサミで。でも渋谷店と雰囲気違うな。バリバタダイヤモンドタイプです、はい。こちらにガーリックバターがありますので、焼いていただいたらこちらにつけて味変して、ね、はい、お召し上がりください。はい、顔映ったらダメなんでしょ。いや、大丈夫です。あ、いいですか。ちょっとはみ出ちゃいますよ、これ。いいですね。いや、はみ出るぐらいがいいですよ。素晴らしい。OK、うん、です。さあ、チップ。どうか。引き止めたりしますね。憎い。憎いね。この辺で来た方がいい。うん、うん、うん。どこでもいいよ。まあ、はい。いいね、切るのうまいね。こんな切るのうまい人、今年初めて見たな。寄せ方が上手です。大事ですよ、これは。うんうんうん、これインフルエンサーになれますね、これは。いけますね、うんうん、いけます。引き締めの香りです。あ、なるほど。おろしちゃっていいですか。はい、なんか私がなんかパチパチ出てる。ありがとうございます。ごはんでつけます。ごはんでつけます。はい、つけてください。おお、あ、いいね。おー、うまい。うまい。うまいですよ。はい、熱いよ。はい。すごい。髪そう、こんな払い。髪噌一本ハラミ、これうまそうっすね。うん、なんか左に振るか右に切っちゃってもいい。でもテーブルに置いてあるのは映った方がいいかな。そうなんですね。うんうん、乾杯でもいいし、あ、それでもいいね。はい、行こう。せーの、はい、やったー。いっぱいお肉いっぱい、イエーイ。うんうんうん。なんかすっごい不自然だった。なんかすごい不自然だった。なんか、あ、ありがとうございます。あ、置いててください。あ、これですね。はい、ちょっともうちょっと自然がいいな。なんだろう、多分こっち見た方がいい。そうだね、こっちの方が。イエーイ。あ、いいね、こっちの方が。うんうん、これも入れよう。仲間、これ美味しかったな。はい、行きますよ。はい、イエーイ。うんうん、ですね、こう負荷がね、だんだんとこう成長につながるんですよね。何言ってんだろうね。慣れです、うん、前もこれがバズったんですよ。このなんか刺しというか油の綺麗に刺しが綺麗に、ここにかけた。うん、あっちの方が美味しそう。コロッケサクって取りたいな。ちょっとサクって悪しいお願いしていいですか。サクって悪しいですか。サクってだから、あの、結構力強くガッていってください。真ん中力強くガッと。そう、あ、一気に全部が割れるようにね。一気に全部割れるように。はい、ここからですか。はい、あ、いいね。おー、うまい。うん、うん。あ、うまいな。うまい。さすが。さすが。これすごいな、これ。
卵スープね、長っ。ちょっとそっち側でお願いしてもいいですか、はい、でめっちゃ持ち上げながらテンション上がってる感じ、うん、あ、いいね、いいね、上げすぎ。もう一回、もう一回はい、お願いします。上げすぎ、もうちょい低くていいやろ、この辺。はい、じゃあここに梨取ってください。びっくりした、もう天井につくかと思った。これいいね、これすごい、うん、長い。これ何でしたっけ。ちょっと持ち上げてください。おお、これ絶対うまいですよ。これ改めて切りましょうか。じゃあ、でもまあまあ火取るの時間かかるかな。ハサミの達人、ハサミの達人、お願いします。ちっちゃ、あ、殺人じゃない。すごい真ん中行きましたね。すいません、ビールをいただいてもいいですか。お二つ、お一つ、なんか氷も入れるんですかね。まあ、確かにね、まあ、めっちゃ普通ですよね。うん、こっちかっていいですか。はい、ちょっと、はい、あ、カレーも、へえ、OK です。はい、地元に帰る理由は何ですか。結婚です。え、決まったからってこと。そうです。すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。え、じゃあ地元の人とってことでしょ。そうです、そうです。ってことはもう遠距離してたんだ。ずっと2年ぐらい。はいはいはい、そうですね。お腹膨れていただければ行ってみたよな。うわ、すごい、これは、あ、そっか、さっきのラムのやつだったんですね。まあ、あの一応エリア最強コスパっていうのが我々の商品だと思ってるので、はい、やっぱりこう原価は結構かけてる。そうですね、はい、そう感じました。ありがとうございます。はい、伝わると。伝わりますよ。画面に入らない。ナスタさん持ったらすごい大きさ伝わり、うん、ちっちゃいから。じゃあちょっと、そうですね、それでちょっと顔の前で持ち上げてください。高く持ち上げように、うん、高く持ち上げて、天井につかないようにで、やっちゃって。おお、あ、あのね、どうしようかな。こっち見ながら、うおーって感じ。はい、で、あの、ワンピースポーズ行きます。はい高いですか。もうちょっとこっちでお願いします。はい、もう一回お願いします。あ、いいっすね、いいっすね。じゃあもうこのままドーンといっちゃいましょうか。じゃあ、はい、はい、うわー、すげー、あ、絶対使えます、このシーン。このタレをつけて、お肉を乗せて、畳んでるシーンだって。うわ、うまく畳めるかな。ちょっと頭の加減がないと、もう、そう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 、ありがとうございます。うん、もっとたっぷりにする。キムチ残ってたな。キムチ残ってます、うん、キムチ入れちゃおうか。ちょっとくっついが赤いことってひっくり返してください。あ、ひっくり返します。あ、うん、はい、うやば、うまそう。はい、はい、で巻いてください。そうで、一口でいった、うん、すごい、よう入ったな、ね、顔が小さくて口大きいですよ。火事になんないかな。こんな食べれる。ちょっと見ますね。食べれます。重い。これは、まあ、こっちでいいですか。うん、どこが正解かわかんないよね。うまそう。あ、
火の入り方ちょうどいいですね。できるかな、はい。豚もですね、こだわってまして、うん、お客様左側に貼ってるあるんですけども、はい、もうちょっと下ですけど、右側が薩摩牛、左側が南国水牛といって、まあ、自社製の豚ブランド、うんうん、はい、うん、牛でなく豚肉、火の具合ちょうどいいですよ、これは。じゃあつけなきゃね、ちょっとあれをじゃあ網に戻してもらって、ちょっとグツグツしてから。これ映えるの？誰が頼んだよ。これさっき言ってましたけど、その網の油をかけてるんですよ。網の油を。多分燃えるんですよ。そうですよね。ここでいいよ。ここでいいよ。この大きいのでいいですか？うん。ちょっと焦げちゃったね、ソースね。もっとつけちゃいましょう。もっとドボンって一回落としちゃいましょう。ボドンって。そう。めっちゃ熱い。うん。あ、いいね。よし。メッセージに返事丁寧にしてくださるとか、なんか、お店の選び方が違って、SNS がすごく影響するんですよね。はい。はい、置いてください。ポンと。はい、ありがとうございます。はい、大丈夫です。あ、いいですね。返すところいいですね。3人が返してるところいいな。うん。全員で返して。うん、ちょっと焼けすぎでしょ。焼けすぎですね。ちょっと、外側に退散させたら多分火が止まる。これ、前の投稿で多分バズった理由が、サイドメニューも美味しいってところだと思うんですよ。サイド大事ですよね。そう。だってね、同じもんだけいっぱい食べまくれないもんね、うん、本当に。はい、うん、グツグツで美味しそう、はい、スープ、冷麺、あ、それです、美味しそう、冷麺美味しそうです、冷麺美味しそう、はい、じゃちょっとこれを向こう見ていただいて、こっちにスープつけるの、あ、はい、だってカマーさんのカルボナーラ、これを誰かこれちょっと向こうに置いてもらっていいですか、あ、はいはいはい、はい、お願いします、カルボナーラですね、はい、これがね、はい、はい、ありがとうございます、はい、で、ちょっとじゃなくて大きめに取った方が綺麗に、めちゃめちゃガッて食べた方が、そう、あ、こっち側、あ、こっち側で、はい、これ で、 であ、もっと半分ぐらい、うわ、そう、あ、こんなもんで、そう、もっと、そう、もっとギュッと上に上げて、いいね、うん、いいね、いいね、上手、いい、素晴らしい、高くないですえ、もうこっからガッていっちゃった方がいいですか、どうだろうな、でも、どうなっても、うん、ここからいきますね、うん、いつでもいいですよ、はい、お、あ、いい、あ、いい、うん、バッチリです、すごい、うん、ちょっと混ぜましょうか、冷麺だから、あ、こっちの方がいいかもね、あ、OK です、バッチリバッチリ、結構3本じゃ少ないですね、そうそう、これね、もう筋トレと同じですよ、これやっぱこう負荷が大きい方がね、よく見える、せーの、はい、うん、素晴らしい、これあ、すごいですね、やっぱな、上手くなってきてるよ、上手くなってきてる、上手くなってきてる、うん、うん、プロ、うん、はい、ありがとうございます、はい、安いのしかない、注文してみたら焼いていただいて卵につけていただく、ああ、それもあるんだ、もう表裏3秒ぐらいで、でこれ持っといてもらおうかな、これ持っといてもらって、つけるときはこの辺でつけてもらえると、この辺ですか、うん、この辺かな、あ、この辺でつけてく、うん、そう、はい、うん、いいね、3秒、あ、いいですよ、あ、うまいね、うまっ、なんかこれをこう繰り返す、ね、うん、うまいね、あれ、繰り返した、これ繰り返しました、繰り返しました、3秒、まだ網が熱くなかったんでね、あ、でもちょうどいいね、これで、あ、いいね、いいですか、マッチ、黄身を混ぜて、うん、黄身混ぜて絡めて、
そう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 。うまいね、プロだね、福岡でもやってくるよ。すごい。はい、お願いします。美味しそう。美味しそう。うまっ。バッチリ最高、ありがとう。サンドじゃ足りないね、ちょっと。ありがとう。あったまってない、うん、あ、うまいね。ちょっと、福岡で焼肉屋やった方がいいんじゃないやった、うん、ね、でこれを黄身をつけてそうブルブルってやってうまいうまい美味しそ そう絶対うまいからうんどうですか美味しいですか、うん、あっとこ、うん、これね待っといた方がいいですよ、まあ、全部から、うん、もう任せてこれ焼肉屋やるよこれはあすごいやっぱうまいね上手、うん、おめっちゃ美味しい焼き好きカルビ焼き好きさっきと同じやつですか、はいはい、ただあの卵あるので、はい、あの肉だけで結構です、はいもしあれだったらこの辺の厚切り上タン塩とか食べはいじゃあお願いします焼いてくださいじゃあちょっとやっとこうと思います焼いてくださいあちょうど鉄板があったますね鉄板鉄板やっぱ分かるんでこれだけ10人前とか食べてあそうですか分かるってやっぱりもうあすぐ分かるんですねえマジ缶やばいな豪快にお願いします豪快に混ぜてくださいあ、うまいね。うまいね。あ、うまいですね。はい。いいっす。ちょっとじゃあ熱いうちにお願いします。はい。この辺でお願いしていいですか。あ、大丈夫ですか。はい。すいませんね。はい。はい。ちょっとワイルドに。ワイルドに。はい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 。これいつもよりワイルドですか。これ。そうですね。あ。うまい。バッチリです。うんうん。ちょっと強めで。ワイルドですね。うんうん。すごいね。皆さん昔ヤンキーでした。どこで音声使ってもいいですか。全然この達人以外はな。出身どこですか。出身ここですね。一応ここになってます。すごい。はい、それで八王子。はい。お好みで八段つけて。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと焦がした方がいいですか。あ、そうですね。八王子さんはね。八王子田舎やから。スミーさんです。あれ安井さん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 八王子来ないですよね高尾山登る時ぐらい確かにあれも八王子じゃないけど高尾山最後登ったからあの中央線の終点ね高尾山もね、うん、あっこれ入れた方がいいかちょっとこれ入れてもらってもいいかな何ですか辛いのダメ出してますはいじゃあ入れよう大丈夫大丈夫食べれます食べれます、うん、そんなにドバドバいいえどれくらいの、まあ、もう思いっきり入れて混ぜてくださいえ混ぜちゃうんですか混ぜます混ぜますいける頑張りますこのぐらいでいいですか1杯とかそれぐらい、はい、うんそうで混ぜるとこっちで混ぜますこっちで混ぜますこんなんじゃ辛くないよねこんなんじゃ辛くないですよ辛くなさそう、うん、全然大丈夫あんまり色変わらない来る機会あるもんね全然私なんか仕事があれば楽しいこれだ
エリア最強コスパ2490円で焼肉食べ放題。渋谷で大人気の焼肉食べ放題ベブ屋が八王子と市ヶ谷と門前仲町にオープン。この2490円の食べ放題プランが A4 ランクのお肉が食べ放題で間違いなくエリア最強コスパ。上質なお肉がこの値段で食べ放題。さらに東京グルメを見たと伝えれば今だけ500円のソフトドリンク飲み放題が無料。絶対頼んでほしいギガントトマホークは圧巻のボリューム。こんなに食べちゃっていいんですか。ここがすごいのはサイドメニューが超充実。カルボナーラうどんはめちゃくちゃ美味しい。ぜひ食べに行ってみてね。